おはようございます。元バンディット400V です。2020年3月28日土曜日10時18分です。今回も元ブログ張り切ってやっていきましょう。いやー曇りですけども、普段より、かなり遅い時間に家出てきました。道路まだ乾ききってないんですけども、朝起きた時間は雨上がってたんですが、服っていうかバイク用のジャケットとか着て、出かけようとしたら、小雨になってまして、小雨っていうかなんだろう、霧雨っていうんですかね。一旦出かけるのやめたんですけども、まあ、その後、また雨が上がって道路も乾き始めてきたんで、今走ってます。で今日はねかなり暖かいですよ。多分もう18度ぐらいあるかな。なんで、インナージャケットのインナーね取り外してきました。まだジャケットはオールシーズン用っていうか、まあ、冬でも着ることができるようなやつのタイプなんですけども、それを着てます。で、グローブは革の、オールシーズン用の、グローブに今日は変えてきてます。防寒グローブっていうか冬用のグローブじゃないやつですね。それでちょうどいいっていうか、もう少し薄着でも、まあ、大丈夫かなという感じしてます。メッシュでもいけんじゃねえかっていうぐらいの陽気ですね。なんでシューズも、まあ、オールシーズンもの冬でもいけるやつ履いてますけども、まあ、これもメッシュでも大丈夫そうな感じですね今日は。まあ、来週4月になりますけども、来週はどうなるか分かりませんが、そのぐらい暖かいですね。すごい気持ちいいです。不要不急の外出やめましょうよっていう要請されて、初の週末土曜日なんですけども、今こう走っている限りは普段の土曜日とちょっと時間帯がですね普段よりも遅いんで、単純に比較できないんですけども、車の量はめちゃくちゃ多いとかめちゃくちゃ少ないとかっていうこの違いは特に感じなくて、まあ、今まで、走ってる土曜日普段の土曜日と同じぐらいの交通量かなというふうな感じですかね。はい。で、まあ、依然として続いてますけども、まあ、今日も、COVID-19 絡みのお話しかないんで、その話していきます。ここは横浜ですね。黒岩神奈川 県知事が、記者会見して県民の皆さんにお願いということで、まあ、東京都の小池知事が要請したものと同じことを言いました。まあ、週末、不要不急の外出避けてくださいねと。で、まあ、それに関して、まあ、東京のスーパーで軒並み買い占めとか買いだめっていうのが起こって、スーパーの棚から商品が消えたっていうのを見て、横浜市民はどんな動きするんだろうっていうんで、昨日ちょっとお昼休みにスーパー買い物に出かけたら、やっぱりそういう兆候がもう出てますね。その昨日の時点でお店によって状況は違いますけども、牛乳とかパンがほとんどないっていうお店もありましたね。それから冷凍食品缶詰関係もかなり、なくなってましたね。まあ、そういうのが普通に
置いてるところもありましたけども、なんで今日は土曜日、さっき、スーパーの前ですね、2軒ほど通りましたけども、1軒は十字回転のお店で、なんかすごく人並んでました。9時40分頃ですね。でもう1軒はそこから斜め向かい、ほんのすぐ目の前のお店なんですけども、そこは8時開店のお店で、まあ、外に人が並んでるっていうような状況じゃないんで、中はよくわかんないですけども、あ、そんな感じかな。なので今日の昼とか夕方、スーパーに買い物に行く予定ですけども、まあ、どうなってんのかなというのが非常に気になりますが、なんて言うんでしょう、まあ、人それぞれ状況が違うんで、例えば子供いますと言うんであれば、子供のために、まあ、どうしても、そういう家に食料がないっていうのは困りますと、いう気持ちの人もいると思うんで、いいとか悪いとか別にそんなの言うつもりなくって、まあ世の中パニックなんで、パニックになる人も多いのかなと、まあ、冷静に行動している人もたくさんいると思うんですけども、人それぞれ、考え方があると思うんで、まあ、しょうがないのかなと。やっぱりなんだろう、その旗で見てるのと、いざ自分ごとになるのとでは判断違うと思いますよね。交通違反で切符切られた時に、よく言うのが、なんで俺だけ捕まえんのと、みんなやってんだろうと、みんな捕まえろと、いう文句言ってる人いますけども、旗から見ると何言ってんだこいつはってなりますけども、多分捕まって時の心境はそうなのかなと。なんで、やっぱ状況によって人って考え方が変わるのかなと思います。なんでいくら食料品とかですね、生活必需品、普通にありますよと、で流通も滞ってませんと、言われても、なかなか棚の品がエスカラカンになっちゃうのを見れば、まあ、1個2個残ってればそれついつい手に取ってしまうという心境になるのかなと。で私もまあそんな冷静に行動してるつもりですけども、本当にどこのスーパー行っても、食料品が全くありませんと。朝、行って並んで何時間も並ばないと食料品質が買えなくなりましたっていうものを目にしたら、いくら商品いっぱいありますと言われても焦るんじゃねえかなという感じはしますね。まあ、今のところはそれでもまだ、そういうふうに買いだめとかに走らないようには今のところまだ行動できてます。普段常々思ってることなんですけども、自己責任っていう言葉があるんですけども、なんだろう、勘違いして使ってる人が結構いるんじゃねえかなって感じてます。自分の行動した結果について、まあ、他の人に責任を転嫁したりしないですよという意味で本来は使うべきなんですけども、なんだろう、自己責任だって言えば何やってもいいっていう風に勘違いする人がいるような、そういう感じで使ってる人が結構いるんじゃないかな。自己責任って言って、なんか悪いことをした時に
他人に迷惑かかりますもんね。だからその自己責任って言えば何やってもいいっていうのはなんかちょっと違うと思うんですけどね。はい、なんか最後グダッとなっちゃいましたけども、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。